今日はね、今日はこちらでございます。昨日ね、届いたんですよ。よし、こちら、ちょっと光、こちら、こちらっすね。今ね、ZV-10 で、撮影しているんですよ。この ZV-10 のね、レンズ、今ね、使ってるのが、単焦点レンズ。ズーム機能とか全然ない。でもね、1万2000円ぐらいだったんですよ。で、まあ、安いから、単焦点レンズで。ね、細いし。こういう感じ。ね。小さいレンズなんで、あんま目立たないですね、持ち運びも。ただね、ピントが合うのがめっちゃ遅いのと、あとね、ズームキットじゃないから、ズームを しないんだけど、ズームのボタンを押しちゃうと、ズーム確認みたいな画面が出るのがちょっとめんどくさい。うん。なので今日はね、ちょっとね、今回購入したこちらを皆さんにご紹介。えらかっぱな。今回はね、ちょっと、レンズを買ったので、このレンズで、GoPro Hero 10で撮ってた時より、最近ちょっと画質が良くなってると思うんですけど、全部ね、最近は全部 ZV-10 で撮ってるんですけど、まあそういう不具合って、不具合じゃなくて、ちょっと難点があったので、レンズを、ちょっとズームキットレンズ購入してみました。もともと ZV-10 についているズームレンズキットになります。これをね、購入してみました。これをね、1万円ぐらい。1万円、定価3万円ぐらいのが1万円ぐらいかな。お、綺麗。めっちゃ綺麗。こういうのでもほら、ピントが合うの遅いんですよ。合ってる？あ、今合ったかな？これね、ピント合うのちょっと遅い。気づきました。はい。うん。合ったかな？はい。お。まだ合ってない。来た？来たね、今来た。ちょっと遅いんですよね。なので、もうちょっと、標準ズームレンズ使ってみようと思います。これ、こんな感じ。今ね、これ、オートで撮影してるんですよ。オートね。このままこれ入れ替えてみますので、これどうなるか。はい。このまま入れ替えてみますよ。もう、はい、今、変えてみました。はい、このレンズをね、つけていったんです。このレンズ。はい。このレンズを今まで、ピント早くない？あ、ピント早いね。やっぱちょっと早い。やっぱり、ピント。今これ、レンズつけてみました。なんか、ビヨーンで出てるけど。はい、これ。これつけてみました。ちょっとでかくなっちゃったね。ちょっとでかくなっちゃったんだけど。そんな大して変わんないかな。お、早っ！やっぱ早い、ピント。はい。早い、早い。はい。早いね。やっぱり早いわ。早い、早い。はい。で、これ最近、ガジェットチャンネルの方で、はい。テック系チャンネルの方で、皆さんにご紹介した。はい、こちら。いいんですよ、このイヤホン。ワイヤレスイヤホンが。めちゃめちゃね、音がいい。この、6000か5000くらいなんですけど、音むちゃくちゃいいんですよ。ぜひね、テック系のチャンネルの方でね、確認してほしいですけど。光るしね、めっちゃかっこいいんですよ。ああ、ちょっとやっぱ早いな、ズームが。うん。よいしょ。来た。あ、もう来たね。ほら。早い。やっぱこっちがいいんかな。ということでね、今からね、朝ごはんを食べて、最近石原さんがハマっている、1日1万歩を目指してね、今日は朝、昼、夜、夕方とね、散歩もしていく1日になると思いますので、まずね、朝の散歩まで今日はね、お付き合いいただければと思います。まあ、朝の、まあ、風景なんかをね、このレンズで撮っていきますので、まあ、いつもの風景と、まあ、ディティールとか、うん。美しさというか、まあ、どんな感じかをね、今回はちょっと試しに行きたいと思います。で、これもね、一緒に持って行って、ちょっと海辺で、まあ、どのぐらい、絵が違うか。だから、設定は全く同じで、このレンズだけ変えた時に、どのぐらい絵が違うかみたいなのもちょっと検証していきたいと思います。じゃあ、朝ごはん食べに行きたいと思います。おはようございます。
もう新しく出たと湘南線やろ。いや、ないです。はい、沢ちゃんの卵いらんと。うん、ちょっと。ね、今日はその気分じゃない。はい、食べるんだ。なんかじゃどれにかかな、これか。なんでもいいよ、好きなとこ。しかし、あ、何しよっと。あれこれ、散歩行ってくるよ。散歩行ってくるよ。はい、これ今、今朝買った、カメラ、あ、じゃあレンズで撮ってます。手ぶれどうですか。お、やっぱりあの手やつより手ぶれ効いてない？効いてる。こっちね、さっき紹介したこれより手ぶれ効いてる気がする。ちょっと変えてみようか。はい、さっきのレンズを交換しましたけど、どうかな、手ぶれ変わんないかな。変わんないか。じゃあちょっとね、またこの新しく買ったレンズに交換したいと思います。はい、レンズ交換してます。手ぶれ効いてんの、やっぱり前、さっきのやつより。はい、近くの海まで来ました。どうすか、絵的にどうでしょう。はい、これ今、新しく買ったレンズで撮影してますけど、どうすか、くっきり映ってますか。今からあの前使ってたレンズにね、交換します。はい、今レンズ交換しましたけど、どうですか、どうですか。はい、これはセブンイレブンで買ったダウンです。どっちが綺麗かな、これね、全然画面見えないから家に帰ってみないと分かんないですけど。よし、じゃあね、ちょっと散歩の続き行きたいと思います。散歩はね、全部ね、あのこっちで、こ逆光か、こっちでね、撮影していきたいと思います。逆光ね。完全に。今あの散歩行ってきました。ね、はい、24分ぐらい、まあ、ちょっとやっぱほてりますね。今日はちょっと天気的にも暑いみたい、ちょっとポカポカ陽気でございました。はい、で途中出てきたなんか海の上に浮かんでるなんか船みたいな、でっかいのあれ、なんか防波堤作ってるみたいですね。なんか津波対策というか、まあここ津波来てないですけど、まあちょっと用事のためやっぱ作るんでしょうね。うん、ということになってます。はい、ということでね、今回はね、このレンズから、あの別の、おや、ほら、ピント早くね？ピント早！ピント早いわ。はい、最近使ってるゴローと。なので、ちょっとこっちで、透明はやっていこうかなと思います。ただちょっと出っ張るんで、こう、ちょっと、レンズが出っ張るのがちょっとかっこ悪いなって感じはするんですけど、ちょっと、そんな感じでやっていければと思います。で、僕は、今から、ボイシーを、はい。こちらで
はい、こちらでボイシーをね、撮影して収録していきたいと思います。僕はあの、音声メディアで、ボイシーというものでね、こんなことや、あんなこと、そしてこういうこと、いろんなことをね、話していますので、ぜひね、僕の音声メディアのボイシーの方ね、はい、フォローいただければ、あの、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてください。ということで、ボイシーを収録しながら、今日も一日頑張っていきたいと思います。あ、そう。で、これ、ズームできるんでね。こう、ズーム。よし。めっちゃ近いやん。めちゃめちゃ近くなった。はい、こんな感じで。はい、これ、ボイシー使っております、これで。ちょっとアップすぎやん。これダメ、アップ。ちょっとアップすぎた。はい、どうも。石原でございます。テック使いの人生クエストへようこそ。今日の。今日は2月の11日金曜日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、今日ね、今ね、散歩しに行ってきたんですけど、やっぱすごくね、